さあ、調理開始。その手、本当に大丈夫かな。そうだ、ブラックライトで見てみよう。ちゃんと手洗いしたのに。調理の順序にも気をつけてね。今回は食中毒から身を守るため、調理中に注意することについて説明します。食中毒とは、食中毒を起こす元となる細菌やウイルス、有毒な物質がついた食べ物を食べることによって、下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症状が出る病気のことです。厚生労働省の食中毒統計調査によると、毎年1000件以上の食中毒が発生し、その患者数は1万人以上に上ります。食中毒というと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。厚生労働省が公表している令和元年の食中毒発生場所別割合を示した統計資料では、不明を除くと飲食店の1位に次いで家庭内での発生率が2位となっており、全体のうち 14.2% を占めています。きれいに見える手にも爪の先や指の間などに多くの細菌が生きています。これらの細菌がすべて食中毒を起こすわけではありませんが、食中毒菌も紛れ込んでいる可能性があります。細菌は条件が整うと爆発的に増えます。気温が高い場合と低い場合において、細菌の増え方に大きな違いがあります。多くの食中毒菌は、1万個から10万個で食中毒を発症しますが、腸管出血性大腸菌 O157 は100個程度の少ない菌量でも発症する場合がありますので、食中毒予防の第一歩としてつけないことが重要な対策です。食中毒から身を守るには3つの大原則があります。1つは病原物質を食品につけない、2つ目には増やさない、3つ目にはやっつける。この3原則を実践することが予防につながります。これから夏に向けて生肉を扱うバーベキューなどを楽しまれることも増えると思います。そもそも生肉にはカンピロバクターなどの食中毒菌が付着している可能性があり、調理中に食中毒菌を他の食材につけてしまうリスクが高くなります。今回はブラックライトと蛍光線量を用いて、実際の調理の中で手や調理器具を通じ、どの程度線量が他の食材に付着するかを見える化した検証動画をご覧いただきます。まず最初は、生肉を切った包丁やまな板を通して他の食材へどの程度蛍光線量が付着するか、ブラックライトで観察した動画をご覧ください。なお、食材を無駄にしないため、蛍光線量はブラックライトに蛍光反応のあるビタミン B2 を使用しました。
次は生肉を掴んだお箸で野菜を掴むとどのくらい蛍光線量が付着するか、ブラックライトで観察した動画をご覧ください。ここまで蛍光線量が調理器具や野菜に付着していく様子を観察しました。食中毒菌は目に見えないため、調理中やバーベキューの際に他の食材への付着について注意が薄れがちですが、もし食中毒菌がいた場合、先ほどの線量のように生で食べる野菜などに付着する可能性があります。今回の見える化動画により、実感していただけたのではないでしょうか。食中毒を予防していただくには、まずつけないに注意をしていただき、さらに食材内の細菌を増やさない、やっつけるを実践していただくことで安全な食生活を確保しましょう。